はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は初心者解説動画ということで、やっていきたいと思います。まあ、ちょっとね、ご要望にありまして、まあ、いわゆるそのコツレベルと、まあ、その特殊能力の取得について、ちょっと解説をしてくださいというのがありましたので、まあ、今回は、まあ、そのお話をしていきたいと思います。で、まあ、特殊能力を取る際にはですね、まあ、経験点が、まあ、必要になるんですけれども、今ですね、画面には広角打法が、映ってます。で、広角打法っていうのは、まあ、通常時だと、筋力119、技術119、精神13と、まあ、なかなかの経験点を消費するような形に、なるんですけれども、要はこの特殊能力のコツですね、まあ、ここで言うと広角打法のコツっていうのを手に入れると、まあ、ここの経験点が割り引かれるような仕組みになってます。で、コツっていうのは、まあ、コツレベル1からコツレベル5までありまして、コツレベル1を取得すると、まあ、30% 引き、まあ、91の10と。で、コツレベル2で 50% 引きだったかな、まあ、65の7で、コツレベル3になりますと、60% 引きの、52、52、5、コツレベル4で39、39の4で、レベル5になりますと23、23の2というような形になりますので、まあ、5までね持っていくと、もう本当に、安い経験点で、まあ、取ることができるようになりますと。で、ただこのコツをレベル5にして、まあ、全部を取得するのかといったら、まあ、そういうことをしているとちょっと、効率は良くないですよというお話になります。で、今回ちょっと前提条件としてお話しさせていただくのが、まあ、イベキャラですね。イベキャラは、まあ、SR のレベル35か、まあ、PR のレベルマックスを使用したという前提でお話をさせていただきます。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、基本的にはデッキっていうのは SR キャラで組んでいただきたいんですけれども、まあ、SR の35と PR の、レベルマックス25だっけ25になると、1回、コツ練習をするとレベル3でくれるんですね。あ、そうで、コツの入手の仕方は、びっくりマークが出ているキャラと一緒に練習するか、イベントで手に入れるかという形になります。でも基本は、びっくりマークが出ているキャラと一緒に練習してコツレベルを教えてもらうという形になるんですけれども、教えてくれるコツはそのキャラクターが持っている、まあ、特殊能力を教えてくれるというようなところになります。で、まあ、ちょっと先ほどの話に戻るんですけれども、まあ、SR キャラまたは PR キャラの、レベル25で一緒に練習すると1回でコツレベル3でもらえるんですよ。で、1回でコツレベル3もらえるので、まあ、2回練習すればコツレベルは5になるんですけれども、まあ、これを、まあ、2回練習するのか、まあ、それとも、レベル3でもう取っちゃうのかといったところですね。で、基本的には、まあ、どういう考え方をしているのかというと、びっくりマークが出ているときに練習をすると、まあ、絶対コツをくれるというわけではなくて、まあ、時々経験点になるときもありますよね。一緒に練習をして経験点をくれると。で、そうすると、まあ、SR キャラに関しては経験点44くれるんですよ。で、この44ポイントと割り引かれるポイント、3から5になったときに割り引かれるポイントを比べて、まあ、44の方が大きければ、まあ、もうそれはコツレベル3で抑えちゃうと。で、44以上割り引かれるのであれば、レベル5まで、置いておいてレベル5で取得するというような形になります。で、じゃあ広角打法をちょっと例にとってみると、コツレベル3だと52で取得できて、コツレベル5だと23なんですね。ってことは、まあ、単純に52から23を引くと、52から23を引くと、まあ、29割り引かれるんですよ。まあ、これ筋力だけで、筋力と技術が、29と29割り引かれるので、まあ、58と。で、まあ、ちょっと精神も合わせるとだいたい60くらい割り引かれるので、まあ、広角打法については、まあ、コツレベル5まで置いておいてもいいですねと。で、ここでポイントになるのはレベル5まで置いておいてもいいですねということになるんですよ。で、まあ、自分が打撃キャラを作る際には、まあ、やっぱりね、まあ、アベレージヒッター、パワーヒッター、広角打法とできればチャンス。まあ、これは、まあ、打撃キャラに限らず、基本的に打席に立つ人については、まあ、つけておきたい特殊能力になるんですよ。で、まあ、一番いいのがちょっと滝本くんなんですけれども、
滝本くんっていうのは、特殊能力でチャンス丸、アベレージヒッター、パワーヒッター、広角打法にプラスして体当たりっていうのを教えてくるんですね。で、まあちょっと体当たりは後でお話しするんですけれども、じゃあ、サクセスを進めていった上で、まあ、チャンスとアベレージヒッターはもう取りましたと。でパワーヒッターが3で残ってて、広角打法はまだコツをくれてませんというような状況が起こった時に、まあ、例えばこれがサクセスの初めの頃であれば、まあ、全然いいんですけれども、まあ、もう試合が始まりましたと、まあ、例えば7月の1周のところでパワーヒッター3が残ってて広角打法が0だった場合は、もうちょっとこれはもう何が何でも広角打法が欲しいんで、パワーヒッターは3で取ります。で、そうすると、まあ、教えてきたコツについてはもう教えてこないので、まあ、広角打法がもらえるよというようなところになりますので、まあ、ここは進めていく上で、まあ、どういう進行状況になっていくのかで、まあ、特殊能力を何レベルで取るのかというところになります。で、あともう一つ体当たりについてのお話なんですけれども、滝本くんは体当たりっていうのを教えてくるんですね。でそうすると体当たりの経験点を見た時に、ここでは、もうちょっとレベル3のコツになっちゃってるんですけれども、レベル0だったとしても筋力50なんですよ。筋力50で体当たりっていうのを取れて、まあ、体当たりのコツ3だと筋力22の消費になるんですけれども、その一緒に練習した時に体当たりを教えてくるんだったら、体当たりを教えられるんだったら、もう体当たりは筋力50で取っちゃって、筋力50で取っちゃって、まあ、他のチャンス、アベレージヒッター、パワーヒッター、広角打法が来た方がまあいいよねというお話になります。なんで滝本を使う際には、体当たりはコツが発生したらまず潰します。で、チャンスかアベヒかパワーヒか広角打法に狙いを定めると、まあ仮に筋力ポイントだったとしても、まあなかなか美味しいですよねというお話になります。で基本的に、ここでは経験点の少ないやつですね、まあ、1個上にヘッドスライディングっていうのもあるんですけれども、まあ、ヘッスラ覚えている、まあ、キャラについてはもうヘッスラは先に潰しましょうと。で同じ形で、あとムード丸ですね、まあ、これも潰しましょうというような形になります。筋力ポイントじゃなくて経験点の少ないやつはもう先に取っちゃって、他のコツを入手した方が、まあ、効率が良くなりますというお話になります。で、まあ、これはちょっと漠然としたお話なんですけども、まあ、レベル5まで持っていった方がいいものについては、まあ、基本的には2回抑えないといけないものですね、まあ、チャンス丸、チャンス20丸とか、対左丸、対左20丸とか、この2回潰さないといけないものについては、まあ、レベル5まで持っていってから、まあ、抑えると。であとパワーヒ、アベヒ、広角あたりの経験点の高いものは、まあ、レベル5で抑えてもいいんですけれども、まあ、状況によっては、まあ、レベル3で抑えましょうといったところになります。で、あとそのコツを抑える際なんですけれども、じゃあ滝本体当たりが、あるからといって速攻で体当たりを抑えるかといったら、まあ、ちょっとねデッキの編成によっては、まあ一つちょっとまあ賭けというか、まあ勝負に出てもいいケースっていうのがあるんですよ。例えばここで滝本と碇進くんですね、スッスを入れていた場合って、コンボイベントで体当たりのねコツが手に入るんですよ。でじゃあ滝本入れてました、コツが来ましたっていった場合、まあ体当たりを先に抑えちゃうかっていうのは、まあねこれはねこれもまた進め方なんですけれども、まあ一応勝負として体当たりはそのまま置いときますと。でコンボイベントが発生した際に、まあ、体当たりを潰すというような、形をとってもいいと思います。でもね大体こういうことやってると体当たりのねコツを教えてくるので、そうですね、まあ安全を取るんだったらもうその段階で、まあ、体当たりを取っちゃって、まあ、コンボイベントは、無駄になっちゃいますけれども、まあ、しょうがないと考えるか、まあ、ちょっと勝負に出て、まあ、結局チャンスかアベヒかパワヒか広角か体当たりなんで5分の1なんですよ。5分の1の体当たりを引くかどうかっていうところですね。で、まあ、ちょっと前のサクセスで、ライチ君を使ってで、まあそのあコツが来たと。でもなんかイベントでムード丸が手に入るんで、まあちょっとムード丸は置いておきましょうってやったら、まあムード丸を教えてきたみたいなね、まあそんなような話ですよ。なのでまあここもねちょっとまあ今後のイベント何が起こるのか、何のコツが手に入るのかと相談して、まあ先に抑えちゃうのか、まあそれとも残しておくのかっていうのをまあ判断していただければいいと思います。なので基本的にまあ比べるのは経験点44
と比べて、まあどうなのか、それ以上割引かれるのか、まあそれ以下なのかといったところを、一つのポイントにして、コツを取得していっていただければいいと思います。というような感じで、まあコツの取得と特殊能力の関係ですね、お話をさせていただきました。まあご質問等があればコメント欄でまたいただければと思います。じゃあ今回はこれで終了したいと思います。また初心者解説動画、まあちょくちょく作っていこうかなとも思っておりますので、まあ初心者の方ですね、まあ上級者というか、まあパワープロそれなりにやってる方は、まあここら辺のところは抑えていただいていると思いますので、まあ初心者解説動画はね、初心者解説動画ですよと、まあ表題の方に打っておきますので、まあ全然飛ばしていただいても構いません。まあ初心者の方はまあぜひ参考にしていただいて、まあより強い選手を作れるように、なれれば、自分も嬉しいですので、まあぜひ見ていただければと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。